皆さんこんばんは。ラベンダーの田中麗奈と岡野麻里奈と宮沢麻里です。私は、5月17日から27日まで舞台の信長の野望大使春の陣を行っていたのですが、皆さん来てくれた方々本当にありがとうございました。嬉しいことに続編が決まりまして、今年の11月7日から11月13日まで冬の陣がシアター千住にて行われることが発表いたしましたので、皆さんぜひ見に来てください。そしてその前に10月13日から21日には2016年に行われたミュージカル不思議遊戯種のショーの続編青のショーも行うことが決まりました。スペースゼロにて行いますので、皆さん歌を聴きに皆さん来てください。待ってます。はい、そして私宮沢からワールドギターガールズコレクション2018に出演することが決まりました。8月19日日曜日、渋谷 WWW にて5時から開演です。チケット一般発売は6月の17日になってますので、よろしくお願いします。はい、ということで今夜もどうぞ最後まで聞いてください。それではまずはリスナーの方からのメッセージを紹介したいと思います。はい、で先週ですね、田中さんがいなくて、ちょっと田中さん帰ってきたら、ちょっと田中先生に何のもう一回ちょっと聞いてもらおうというね、お便りがありましたので、そちらからやりたいと思います。はい、ラジオネームせいさんからいただきました。経過報告です。昔にちょっとメッセージくださった方なんですけど、その後、僕はやっぱり諦めがつかず、もう一度チャレンジしてみることにしました。何に？バイト先の子を好きになったっていうやつなんですけど、そこで僕はこのままつながりがなくなるのだけはまずいと思って、たまに連絡するぐらいの友達ならいいと連絡しました。すごい。でも帰ってきたのは連絡しても何も変わりませんよ。わら、この時さらに壁の高さを痛感しました。でもその後何回かやり取りして友達は OK もらったのですが、正直この後どうつなげていいかが分かりません。お互い趣味も好きなものも違くて、しかも向こうは興味のないものには本当に興味のない子です。会って話した時に唯一盛り上がって話せたのがワンピースと最近のドラマの話ぐらいで、プラス僕も基本要件がある時以外 LINE などを使わない人で、 LINE でたわいのないやり取りをするのが苦手です。どう話を続けていいか分かりません。この前に引き続きさらにアドバイスお願いします。ちなみに女の子の僕が知っている情報は、20歳そして大学生、バイト大好き人間、バイト先でクレーム処理を任されている、好きな俳優さんは坂口健太郎さん、そして僕の情報は、23歳バスケコーチ、スポーツジムインストラクター、夜の清掃のアルバイトをしながらプロバスケ選手を目指しています。趣味は漫画ゲームです、ということです。やだ、面白い。そうですね、積極的。積極的。でも私たちは、まあ、前回の時にまだ行っていいと思うよって言ったんですよ、この、このバイト先の。そう、だから、まだ行ったら何も変わりませんよって言われちゃったっていうことですけど。やば。でもいいね、はっきり言ってくれる女の子はね。そうなんですよね。女の子も結構サバサバして。何も変わりませんよ。別にそれでもいいんです。笑いって送ってさ、メールして、どうなんか、それで話が続けばね。でも結構前の話やもんね、きっとこれ。これそうですね。ちょっと前の話でしょうね。そうですね。ちょっとどうなってるかわかんないけど、参考したの20歳の女の子ですよ。でもなんかさ、興味本当にさ、ない人とさ、LINE って続けられんやん。まあ、本当にないかったらないですね。そう。でもなんか好きとかじゃなくても、人間的に好きとか、どっかしらリスペクトできるとかがあったら、続けられるやん。だけどなんか、もうそれこればっかりだったな。どうなんでしょうね。さすがの田中さん、お手上げ。難しいかな。どんな関係か。何人が。でさ、本当にこっち、女の子側がさ、すごい嫌だなと思っとったとしたらさ、このさ、せいさんはい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 。が、めっちゃ送ったら本当にキモいって思われてしまいそうやし、本当に女の子が嫌なら。でもそうでもないなら、なんか、ふざけた感じの LINE をして、なんか、今日は天気がいいですねとかじゃなくて、それはね、それはなんか、はとかってこっちが言えそうな文章を送ったら、返しやすくない女の子って。そうですね、確かに。何こいつみたいな。ジャッジ感がすごいずっと来ると、ちょっと、ちょっと引き、返さない方が、しかもむしろ向こうのためにもと思っちゃうから、ちょっとね、そこは。まあでも同じ趣味っていうのはやっぱり、ワンピース、うん、ワンピースとか、例えばなんかこう名言を送ってみたりとか。ワンピースの？いきなり。それどうなの？どうなの？俺はわかんないけど。マリとか、マリとか、こうアニメ好きな人は来たら嬉しい。うん、そしたらなんか返す。セリフで。なるほどね。あー。
すごい自分たちの心何も入ってない会話ですよね。セリフで返し合うみたいな、ね、それでもいいと思う。うん、なんか繋がりたいってことやん、とりあえず何かしら。まあそうですね、何かしらで。ワンピースのさ、なんか展示会とかないと今、なんか。ああ、でもなんか。やるときあるんじゃない？あるけど、まあ普通にワンピースタワー、東京タワーにあるんですよ、常設で。そうワンピースのあの、ワールドみたいなのが。結構あるんで、あと池袋サンシャインシティにあの J ワールド、ジャンプワールドっていうのがあって、うん、あのワンピースとか他のジャンプ作品のなんかこうアミューズメントパークみたいなのがあって、じゃあさ、だけどそれにさ誰々誘って行こうよみたいな、誰で行こうよ、2人はちょっと早いから、2人はダメだな、今度行こうみたいな、誘ってみたいな、ちょっとジャンプ好きで行こうみたいな、うん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 、いいかもしれない、ねしてみてください。はい、ということで、じゃあそれじゃあ続いていきたいと思います。はい、次はラジオネーム山ちゃんさんからいただきました。ラベンダーの皆さん、こんばんは。こんばんは。ショールームで田中さんにあだ名をつけてもらえたのでラジオネームを変えてみました。田中さんのコットンクラブお疲れなです。ちょっと前のそうだね、ちょっと前の、初めてコットンクラブで1公演しか行けなかったのですが、2列目の席で距離も近かったし、今年初めて田中さんに会えたので止まってた疲れが一気に吹き飛びました。トーク中もこの曲の振り付けの口じゃ説明できんけどここの部分が好きなどすごく楽しそうに話していましたね。はい、そこで質問ですが、セトリを決めるのにあたって選んだ具体的な理由はありますか？とりあえず歌ってみたいっていうのはトーク中に話していたので、他に何かあれば教えてください。あとセトリに入りきらずに歌いたかった曲などありますか？ということです。結構昔の記憶やな。そうですね、ちょっと前になりますけど、同回な。あ、全然誰かは分かるっちゃけど、いつもショールームに来てくれる、山ちゃんって言ったよね、来てくれるっちゃけど、なんかやな、選ぶのは、やっぱなんかこう、ダンサーさんを引き連れとっていうところで、それがなかったら自分が歌いやすいやつしか選ばんちゃけど、ダンサーさんがおったら見ても楽しめる曲にせななって思うけど、結構ダンスが面白いやつとか、みんなでやったらこう目で楽しめるかなっていう曲で選ぶかな。あとなんかやっぱ一人やけん、全部こう好きなやつに偏らずに、好きな中でもちょっと可愛い系とかっこいい系とふざけた系みたいな感じにして、その激しい方のコットンクラブの公演ではバラードはあんまり選ばんようにするって感じかな。またある時はね、ぜひ来てください。はい、じゃあ続いていきたいと思います。ラジオネームケイ君さんからいただきました。ラベンダーの皆さん、こんばんは。こんばんは。そして、レイナちゃん、信長の野望大使、春の陣、本当にお疲れ様でした。ありがとう。初の時代劇ですごく苦戦したけれど、それを乗り越えて素敵なお市になったレイナちゃん、本当に美しかったです。同時期、精神的に結構疲れていた私は、あの鎮魂歌に何度も癒されて、今も頭の中でずっとリピートされています。そして、お市のチャチャへの愛情もしっかり伝わって、レイナちゃんの初の母親の演技役、すごく良かったです。扇の舞も綺麗で、舞う時のレイナちゃんの表情に何度も惚れました。続編冬の陣もすごく楽しみにしています、はい、ということです。ありがとうございます。何回だ、まあチャチャっていうのは娘やけど、娘っちゃけど、まあ、母親役も初めてやし、着物を着た劇みたいなのも初めてやし、時代劇は多分初めて、多分ないと思う、記憶にないけんないっちゃけど、なんかやっぱりセリフがまあ昔の言葉やけん、すべてなんかこう信長コンチェルトあるやん、楽しいやん、なんかあれちょっとふざけて要素もあるやん、でもそれが全くないっていうか、まあ現代の何回な、あれはさ現代からタイムスリップしてきた人やん、でもこっちの話ではゲームが題材で、織田信長っちゃけど本物の織田信長とか豊臣秀吉やけど、なぜか平成の記憶があるみたいな、だから本物っちゃけど偽物じゃないと、自分はなんかその織田なのに平成でこうやってしよった記憶があるなみたいな、で俺は織田かなみたいな、なんかちょっとわけわからなくなってしまうみたいな人たちやけん、平成から来たわけじゃないけん、またこれはちょっと違うっちゃけど、でなんかセリフとかは普通に本当昔の人のセリフなわけ、でも豊臣とかはなんかたまにその平成の記憶があるけん、マジとかマジマンジとかぶっちゃけとかたまに出すっちゃけど、そういうのがふと出てきた時にお客さんが笑ってしまうぐらい本当に堅苦しい言葉でずっともう全編やり続けるって中で、おいちゃんは昔の記憶、あ昔じゃない、平成の記憶とかなんもないけん、一人で取り残されるっちゃけど、周りがみんな平成の話し始めたりとかして、でその中でまあなんかこう自分の殿浅井長政が、まあ春の陣では
織田に殺されてしまって、明智に殺されるっちゃけど、で死んでしまって、マリナはさ、また織田家に戻るっちゃけど、次から。で、チャチャも生まれとんや、アザイとおいちの間に。で、チャチャはちっちゃいのにさ、そうやってさ、父上を亡くしてさ、なんかもう泣けもできんわけ、わけわからんけ、死んだの見て。なんかそういう表情とか見ると、なんか子供がおらんのに、なんかもう本当に我が子が、もうお父さん亡くしてこんな顔してしまったみたいな感情が出てくる。え、な、あれお母さん子供ったかなみたいな。母性が。気持ちになれたりとかして、なんかそういうのがお芝居楽しいなって思い取っちゃうけど、おらんのにそういう想像ができるっていうところとか、なんか本当に自分の旦那が死んだ時の気持ちってこうなのかなとか、なんかそういうのがすごく楽しかったのもあったけど、そのセンス持って踊るのもあったっちゃけど、それもなんか100均のセンスとかよく持っとうけんさ、まあ、こんなもんやろな持ち方とか思ったけど、宝塚の方がおって出演者の中に全然違うけど持ち方が親指を出しちゃダメみたいな、隠さないかんくて、なんか指折れるんじゃないみたいな持ち方じゃないと綺麗じゃないとか、あとなんか上着着たったとね、着物の上に、それを絶対なんかこう普通に立った時は両手でこうやって親指を隠して持つとか、そういうのも教えてもらわんとわからんことばっかりやったけど、ね、初めての挑戦でもやばかったけど、稽古初めて最初の方楽しいって思えんかったけど、でもやっぱやっていくうちになんかこう歩き方が着物やけどスッスッスッなったりとか、普段なんかもう旅で歩きようけんね、ステージ上とか、なんかこういう風に座るかなとか考えんでも、ステージ上では、あ、おいちやったらこうやって動くかなとかが、こう、パッて芽生えた時に、あ、今おいちになりきれんのって初めて思えたっていうか、で結局は楽しかっただけ。はすごい葛藤したけど、いつも楽しい役やんねんなって結構。そうですね、そうですね。もうこんなおしとやかなの初めてやったけど、ね。今回喋り方どんな感じだったんですか？とりあえずね、セリフの最初絶対、アニメか、トノかって言うのが、で、セリフもこんな風になんかペラペラとかじゃなくて、はいはいはい、なんか、アニメみたいな、なんかこう、なんか置きに行くというか、はい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 、あとは、本当にとかないけん、言葉が、誠とか、あそう、なんか、誠って何って最初思ったし。うわ、台本の感じ読めなそう、なんか。難しかったよ。本読みの1時間前にあの出演者の人が悪の娘で一緒やった人がおってね、はい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 、五郎ちゃんって言ってたけど、その人に1時間前にわざわざ来てもらって全部確認してもらってからどうとか、あと発音もなんかさ、あなたとかいうことをさ、そなたとかあるやん、はい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 、そなたと思ってたずっと私も、いや、でもその座組ではそなたなわけよ。へぇ、そなた、演出家さんによって多分違うと思っちゃうけど、あと私っていう感じだったら普通に私はって、はい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 、みんな女の子は共通で私にしてくださいって言われた時に、なれんくて、だけ振り仮名でも私って書いてあるとか、確かに昔は私ですよね。そう、私やん。いや、もう難しいと思って、あなた様とかもなんかさ、読み方が全部違くて、ね。そうなんですよ。そういう貴族とか武士の人ってすごい、うん、あの丁寧なんですよ、そう、言葉が丁寧すぎて文字数が多いわけね、そうそう、めっちゃ噛む、うわー、めっちゃ大神した初めて舞台で、びっくりした。なんかね、何だっけな、どこやったっけな、兄上に、なんかこう質問した時にこうそらそらだと話を、だけど、はいはい、先に私の質問にお答えくださりませよ、ちょっと怒って言わない関係、興奮しとんやん、先に私の質問にお答えくださりませって、でも今の音量なら言えるけど、ステージ上って張らない関係、なんかベロが中でなんか交通事故みたいな、なんかどこに行き着いていいか分からんくなって絡まって大事なところで先に私の質問にお答えって言ったわけと思った、でも気持ちでお答えくださいませって言い直したけど、あの時うわーってショックやった自分が、いやー難しい、難しい、難しい、でも昔の言葉って、あと立松リードがつかさ、あー結構、まあ確かにね、なんかそれがしっていうのが、それがし、それがし、何その感じみたいな、なんか出てきますよね、棒でそれがなんかさ一文字やん、そうそうそう、なんかそれゆえとかで終わったりすると、あー、はいはいはい、それゆえ、それゆえ何って思いますね、なんか、えって感じ、続くって感じでも、だけんこそみたいなことやるんですから、ね、そうそうそう、むずっと、だけん、言い方とかもすっごいむずかった、見たかった、見たかったのに入れませんって言われたんですよ、そうそうそう、えなんで見に行きたいですって言ったら、もう入れませんって、え入れないですよ、言われて、いくら入るんだろう、残念と思って、でもあ、でもキャパちょっとちっちゃかったけど、あ、そうなんですよ、次が北千住やけん、あの夜半とかやけん、はいはいはい、絶対入ると思う、
前行ったところが繋がってるんですか、次は。どうなんでしょうね。全然また違う。今、なんか、前と話を見なんでも見れるっちゃけど、この春の陣では、うんうん、その、お市の殿が死んでしまった浅井編があって、はい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 、再度小田、再度浅井2個あったと、話が。おー。で、小田の方は小田目線の、同じ時間の話やけど、小田目線の方の話と、その一方で浅井はこういうことをしてましたは浅井のサイドで見れるみたい。で、浅井は死んだけど、次は、小田と、うん、徳川家康のサイド、なるほどなるほど、次サイドと、武田信玄と上杉謙信が出てくるの次は。で、その次サイドに分かれるけど、またその武田目線の話と、小田側の話とっていう。でも、最初と最後は多分一緒。始まりと終わりは。面白いなぁ。面白いところが一番。すごいね。やっぱ歴史の、あの辺はね、有名だもんね。ねえ。だけどそれで知れた、ちょっと歴史が。あでもそういうのが一番学べますよね。そうそうそう、教科書で読んでも、ちょっと難しいけど、こう漫画とか小説とかも読むと、ああ、なるほど、みたいな。楽しめるよね。ゲームやって、なんか、おーみたいな。あ、ゲームでね。あーゲームね。あー、それもあるかもね。戦国ゲームは結構やってるから、なんか。一番好きな戦いは川中島の戦いです。出てくるかな、それ出てくるかな、まだ誰の時代、本当に戦国 の, 今この織田とかの時代だったと思います。あ、そうだ、じゃ出てくるかもね、いつかいつか出てくるかも。どこまで続くかわからんけんさ、ゲームやってみたいな。確かに確かに、へえ、楽しみですね。続いてはラベンダー日記。ラベンダーのメンバーが交代でリハーサルやレコーディングなど舞台ライブプライベートをトークしていきます。今日の私はだって担当は田中れなです。はい、タイトルはじゃイメチェン。お、イメチェン。イメチェン。まあ、さっきも舞台の話出たけど、うん、なんかね、基本髪の毛明るいやんか。うん、で、舞台で、カツラで行くのか、地毛で行くのか、うん、まあ、どっちでも良いって言われて。うん、で、レイナは、もうカツラがなんかあんまり似合わんなと思ったっけ、パンフレットの時に、その時の被ったやつが。地毛で行きたいですって言ったけど、うん、まあ、久々にまたさ、黒っぽくしたわけよ。うん、まあ、今完全抜けたけどさ、うん、茶色いんや、今結構。そうそう、でも結構さ、落として、うん、でさ、なんか爪とかもネイルしちゃダメやったけど、今ほら何もしないしんどい。そう。だけど、なんかそういう自分が初めてですごい戸惑ったの最初。レイナじゃないみたいな。まあステージ上ではレイナじゃなくてもいいっちゃけど、でもイメチェンしたいなーってちょっと思っとった時期やけど、まあ暗くするのもいいかと思ってしたけど、やっぱなんか人と顔合わせるのがちょっと恥ずかしくて。黒の自分で。なんか芋っぽくないかなとか。あってあったっちゃけど、なぜかなんか舞台終わってから、なんか黒っぽくてもいいなって思って、心が変わって、まあ染めに行くのやめたっちゃけど、まあ、ちょっと明るくなってしまったってのもあるけど、でもなんかさ、次の不思議遊戯もさ、多分髪の毛暗いけんさ、本当やったらな、信長終わったらすぐ髪の毛染めに行こうと思ってたっちゃけど、ちょっと今年はもう一時、暗いレーナで行こうって思った。結構イメチェンやん。そうですね。で、爪も結構派手派手にしよったのに、してないやん。最初恥ずかしかったとやっぱ指出すのとか。汚いかなみたいな。でも慣れてきてから、はいはいはい、ずっとやめよっかなとか、なんか迷いになってきて、人間って変わるもんやなって思った。そうですね。うん、私はもう今や爪、何もやってないんですけど、ラベンダー入った頃とかは長くしてたし、もう絶対ジルやってたんですよ。やってるね。絶対やってたけど、今もう何もしてないです。え、ずっとやってない今。え、もう絶対ないですね。お父さんの爪みたいな。お父さんの。ちゃんと伸びきっととかないしね。そうなんですよ。テレビで、その釣り番組のレギュラーとかやり出してから、結構頻繁に撮れて、撮れてる方がなんか、テレビに映った時ダサいじゃないですか。言い訳ないとか。いつもなんか岡田の爪撮れてるよね。そう、撮れてるじゃん。で釣りやってると撮れちゃうし、で、ピアノとかもいつももう運ぶんで、重いもの運ぶと絶対撮れるんですよ。もうやめようと思って。楽屋に結構落ちてて。落ちてるよね。怖いね。そう、確か誰かのバッグにもこの間入ってて、あれとか爪入ってんだけどって言われて、あ、ごめんごめん、私はないの迷惑。そう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 、なりますよね、今これさ、変わる普通だもんな。わかるわ、あれなも別になんか透明な時もさ、なんかツヤは出るし、まあ、確かにツヤ感出ますよね、かなとかも思うし。本当は、でも田中さんのその爪、逆に私たちは今新鮮に見てます。そうやろ、だって撮ったとこもさ、見せたことないと思ったもんね。そうですよね、見たことない。もう伸びてしまったけど、ちょっと白いとこが。でもいいですね、イメチェンになって。そう、なんか、そう、そういうのってさ、なんかきっかけないとやらないやん、絶対に。確かに。だけど、こういうどんどん仕事とかで普段自分はせんような服とか、なんかその、じゃ髪の毛とかやったり、メイクやったりとか、そういうのがなんかあったらなってすごい思った。そう。絶対、マリはなんかイメチェンとかしないの？イメチェン？あ、でも髪短くしたのがイメチェンか。それが最大だね、今年の。結構ね。確かに。夏はどうすんの？
ばすの？いや、逆にもうちょっと切りたいかも。なんかもう暑くて。うん、まあね。あともう乾くのがほんと早くて、楽すぎて、もう、なんかもうずっとこのままかもしれないです。ゆりなもね、実はね、黒くするってなったやんか、信長で。でも、マリンより、もうちょい短いぐらいに切ろうか迷ったと思う。でも、おいちってさ、昔の人で髪の毛長いやんか。すごい、ね。さすがにダメだなと思って。おいちは長い。そう、やめたんだけど、迷ったレイナも。切るかどうか。で切ったら切ったら後悔しますよね。わかる。でも今、エクステあるやん。確かに確かに確かに。長くできるけどさ。できちゃうから、まあ、そうですね。私一回切った時なんか最初はイメチェンしたぜっていうなんか気持ちだけで一週間ぐらい過ごしたんですけど、でもだんだん戻ってこない髪がすごいなんか楽しくなってきちゃって、なんかどうしようみたいな思って伸ばしてますけどね。もう切らないかなって思ってるけど今。岡田は長いってイメージだな。本当？そうだね。もう切りたくないかも。確かに、そう、あ、でも、なんか若返るかも。え、若くな？あ、かも。そんな短い？待って、そんな短い？そんな短い？そんな短くする？どういうの？でも、こう、あの、普通に、あ、そろそろ大人っぽい、ちょっと。オフィスにいる人もちょっと下、マリンのちょっと短いぐらいやったら結構若い。かも。あ、もうそのままで大丈夫。うん。これで手で隠せば。ああ、ちょっと若返るよね。うん、いい、いい。やろうかな。え、でも全然いいと思うよ。本当ですか？うん。嘘。いい。それで良くなかった、本当に。本当に。本当に。本当に、エクステ大払ってくださいね。半分も切るよ、でもそこまで。でもね、結構そう。すごい切る。長いもん。これ切るの結構勇気いりますからね。髪の毛ってほんと女の命だからな。確かにな。結構ドラマとかあるじゃないですか、昔のなんかこう、なんだろう、悪い人がさ、髪の毛切ってさ、髪は女の命みたいな。え、ないない。わかん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 ない。これから夏なんでね、皆さんもどうか、どうか夢中に。今夜も最後までお付き合いありがとうございました。ありがとうございました。番組ではメッセージを募集中です。メールアドレスは love@rkbr.jp。ファックスは福岡0928448844です。はい、ということで今日は久々にね、3人でお届けしてきましたけれども、来週も楽しくお届けしたいと思います。皆さんお便り待ってまーす。待ってまーす。ということで、お相手は田中玲奈と岡田真理奈と宮沢真理でした。また来週！バイバーイ！